今でも目に浮かびます。正直な話ね、もうそれとさよならしてしまえばいいんかもしれんけども、彼らの叫び声、二人と私たちのような人間を戸締まから出さないでください。祈ってます。あいつたちの願いを私にに届けたい。残念ながらまだまだ彼らの叫び声に応えなければならない私の仕事がたくさんある。はい、みんな行ってきまーす。はい、ください。私は今平成16年から活動を開始しました。みんなから言われました。こんなアホやとおめなんかできるはずねえ、こんなも誰もできないし、触らぬ神にたたりなしやと。あの死神がついてるのにどうやって助けるんやよってアホかいってまで言われましたけども、シゲさん、すいません。どうなったんやってか。今どこ行ったんやて。静岡行って。静岡仕事が赤いな。赤いな。やめたらあかんやねん。ほんまに。もうやめちゅんぐ。
なんかうつ病になってしまう、病気になってしまうで、おうおう精神不安定になってしまって、でお母さんに分かってもらえへんし、シゲさんに言ったら分かってもらえへんからできたの。ああ、ほうか。で、お母さんに全部絡ませてしまって、何言うても、仕事の現状でも分かってくれないから、何言うても。うん、個人で全部してくれないから、うん、で、まいってしまって、どっちもつかずに、心が不安になってしまったから、シゲさんだけ来てもらって言われたことがある。で飛んできたんか。ごめんなさい、すみません。いいよ。まあ、苦しかったら来ればいいって。自分でも、うつ。なんやダメや、うつ病を詰めた。もう、初めてですもん。今紹介、こうして教えても整理できたんですけど、どうしても何本ないのも紹介しきれない。紹介しきれない。考えても、いろんな方向を見たんですけど、それができなくて。僕は先輩出ますか。出ません。え、いいか。出ません。今いるかな。今いると思います。いるかな。あ、おばさんがね、どうも、あ、しげです。どうも。今、昨日夜は、うちのシェルター泊まって、今、東尋坊見えたもんで、こうせなあかんよ、合わせなあかんよは、その時のあれは、ちょっと本人には負担になるんで、分かってるな、今までも何回もお母さんに言ってるな、早いね、お母さんに、あ、そうか、もうちょっとゆっくりって考えてみなって、こういう言葉が欲しいんか。看護師は、あら、今どこにいるんかな。看護師さん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ、ちょっと一言変わります。はい、すみません。お母さん、もしもし、お電話変わりました、看護師です大丈夫や、来るよ、にゃんにゃん、行くよ。岩場こっちだろ。はい、歩いて5分15秒岩場まで行くよ、寝こ、行くよ、うん皆さん、おいしい。はい。気をつけて。はい。こんにちは。ジョギングですか。ジョギング。どこな。平成15年の9月3日の午後6時頃の出来事なんですけども、いつも通り夕方ですね、勤務を終えてこうパトロールしていたらですね、ここに東屋があるんですね。そこに老カップルが休んでいた。もう夕闇に包まれた、その中で老カップルがポッと東屋から浮かんできたんですね。よく見ると誰もいない。誰が見てもね、この二人は早速考えてきてるというような、分かるような状態であったんで、私そこまで行って声かけて、わしが何とかしてやると、実は地元の警察官だと、この自殺の考えたらあかんよ、自治体がちゃんとあなたたちを支援してくれる、そういう法律になっているから自治体してくれるものと私はあの時思っていたんです。安心していたら、それから1週間ぐらい経ってからかね、その同カップルから私宛に手紙が来たんですね。それがこの手紙なんです。重幸夫様って、まあ本人らの名前を後ろ書いてるんです。切っても貼ってないんですよ。でノリもないんですね、自分ら本人の
リパテープで貼ってそれをのり側にして私宛に来てということで慌てて封を開けてみたらいわゆるしげさんに助けてもらった行政に引き継いでくれたしかし行政は何もしてくれなかった私は新潟県でもうこれ以上頑張ることできないんでここで永遠の別れを告げますというようなね内容でもう二度と東尋坊でそういう人を出さないでくださいという手紙ですけども私に対しての遺書なんですよ。餅にしろ餅を提供するっていうことに対して主義代表がなぜこれを出すかというと昔の思い出ね正月とかそういう時にみんなで近所の人やら寄り合って食べたのがおろし餅じゃないかなって年末にね白餅もあるおろし餅もあるね。おろし餅もあるね。白餅もこれね、つけてね。はい、な取り皿2つ用意してもらいますね。おいしいよ。はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあ250円かかってます。はい、いらっしゃいませ。そうです。記念で写真を気にしてるみたいやったんで撮らせてもらって記念撮影貼らせてもらってもいいかな。いいかな、お母さん。いいかな。ありがとうございます。次に、ねね、再会を岩場ではあんのこね。ね、違うとこで。はい、お気に。ありがとうね。はい、あれに元気で。まあ、20人から30人東尋坊で自殺して亡くなっていたんですけども、それを逆手にとってそう商材にしてと言いましょうかね、全国にですねここは自殺の名所ですよ
というようなね、観光客を呼び込むためのね、そのための宣伝に使われていた。はい、ではですね、今右後方に見えておりますひときわ大きな絶壁、あそこはですね、この東尋坊一番の名所でございます。あまり大きな声では言えませんけど、東尋坊は自殺の名所として世に有名でございます。崖の高さは23メートル、水深20メートル。ここがもう東尋坊の一番のシャッターチャンスでございますので、ここだけでもお写真お願いいたします。できれば連写でお願いいたします。下から見上げるように撮られるとよろしいかと思います。上から歩いて見学することができますが、東尋坊は国定公園に指定されております。上の方手すりとついてございませんので、上から見学する場合は自己責任でお願いいたします。もし万が一落ちてしまいますと、岩に当たってから海に落ちるという大抵のパターンになりますので、足元十分お気をつけになってご契約なさってください。たまに落ちます。これ上から飛び降りた場合のですね、この成功率は7割と言われておりますね。残りは中途半端になります。私は現職時代ね、彼女は警察本部の食堂の店長さんをしてたんですね。しげさん定年になったら何するの、そっからの話があったんですね。実は当時もこの通り自殺が多い、まあいろんな就職先もあるんやけども、ここでもう自殺防止をしようと思うんやと。自殺防止に対して冊子を作るから、それに何か書いてくれないかって、嘘でもいいから書いてくれないかっていうことで、ここで自分の過去を言うのもちょっと、でも何か書かないといけないよなと思って。私の両親の自殺した内容を書いて、私の両親が自殺したのは、私が中学2年生の時でした。で、父が1月、母が10月と、ここに岩場で立つ人見ると、やっぱ自分の姿をこうやっぱ見てるようで、私も何遍か死にたいという気持ちがあったから、やっぱここの人を、来る人を助けなきゃっていう、おこがましいですけども、やっぱ、死んだら残されたものはあなたの何十倍も辛い思いするんだよということは、やっぱしっかり伝えなきゃいけないなって思ってますね。ここもよういるんだよな。ベンチに腰下ろしてるんですかね。左靴を衣装を置いといたりするんやわ。これは何件も今まであるんやけど、子供との心中の場所になってんよ。ここで心中するんや。子供をおんぶして、で、ね、抱っこしてきて一人バーッ投げたのがあったんやけど、また埼玉県で殺人事件の死体をここいっぱい投げて自殺の夢に見せかけたり持ってきて、まあそういう、ここは何ていうか主に親子連れ、子供を連れてきて遊んでると思ったらあかんねん。場合によってこれは見てなあかんねん。しばらく本当に遊んでるんか、心中まで考えてきてるんか。でここいっぱい覗いてみて、危ねえぞ。すごいやろ。ね、岩
バーでのこう飛び込むと即死なんです。これ一番特に亡くなる人が多い場所になっているよね。今パトロール隊が20人ほどおられます。その人たちが必ずこの後私が動けなくなったらやってくれるし、それ心配いらないと私は思ってます。今日天気が良かったね。彼はね、私と同期なんですね。警察官、人なんですけど、一番仲がいいと言いましょうかね。それで現職の42年間一緒に仕事し、一緒に退職してたと言われますし、もうそういう同じ仕事をしていたということ、気心もよく分かってますし、刑事魂と言いましょうかね。毎日家にいてもなんかもう何薬あるだけ飲んでみたり、首つって死のうともしたし、でも死にきれん前でも東尋坊行ったら死ねるってのよくテレビとかで知ってた前で、東尋坊来て岩場行ってずっと岩場に行ったらなんか変なおっさんに声かけられて、で変なとこ連れてかれて、それが重さんと出会いやったんですけど、お前死んだらあかんやろ、それしか言わなくて、死んだって何も変わらんぞって。しばらく入院しとけっつって病院入院させられて、父親みたいなもんすかね、なんかやかましいけど口うるさいけどいい人やなと思って。俺あんまり両親と仲良くないんで、しげさん自分の父親以上になんか喋りやすいし、うん、看護師さん優しいし、それが好きやで言うと通ってきてるんですよ。看護師さん、はい、山下さんも変わったねんけど、だいぶ変わったね、昔ね、どうや全然違うね。痩せたか、痩せたか。痩せたっていうのは性感な感じするんやけどな、うん、仕事していいでさ、来てって言わんご、子供か、ここへ子供か、うん、来るっちゅんや、来てって言うんや邪魔で来るなって言うだけで邪魔な邪魔ってことあるけや瀬名君で瀬名君来るっすだぞ、餅が食べたいっつって、ありがてえなあ。もう2階は全部誰も言うようになったら寂しなったよ。静かや、ね、ね、ちょっと落ち着いたから、落ち着いたか、うん、気分的にホッとしてます。この部屋も綺麗になってるな、ね、一生懸命片付けてますから。ああ、布団どうなってる。あ、布団一番奥の方に、ちょっと見して、はい、あ、わかわか、夏用と冬用と、はい、あ、うん、布団と、あと支援者の衣類類ですね、いただいたものをここらに整理して、はいはいはい、了解です。
これから寒くなるでね。そうですね。いつでも来れるな。布団、こたつも準備してあるでね。はい。うん、うん、いつもありがとうな、綺麗にしてて。もうタバコは部屋で吸わない。いい規定。ね、規則ちゃん、お尻の中は触らない。またゴミなどは入れない。部屋の中のゴミはすべて1階の食堂。一箇所に持ってけってことだよね。そうですね。書いてあっても、でも皆さん守んないですよ、これ。無理。やっぱ書いておくとな。そうですね。相手にピッと言える。注意喚起ということで。できるだよね。はい。はい。ではまた、ね、保護したらまた頼むよ。はい、わかりました。はい、行きましょうか。はい、はい、どうも。てるんか。あれあれやろ。さっきの古いバッグ下げてるあれ。今二人上がってくるやろ。で、どこか今座ると思うやて。さっきこっち側に座ってて、で恐る恐る岩の底を覗き込んで、今立ったとこやけど。違う場所ねえかな、探すかもしれんし。戻ってきたが。夕日見てるかどうかわからない。そこ、そこの岩の。だら森岡さん、あれ川越に中見まで出て休んでいかんかって声かけちゅうか。声かけてくるって。ほか。意外と遠かったんでここまでが。そうやろ。初めてですか、東尋坊は。いや、東尋坊は仕事してた時に何度か来たことがある。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。美味しいよ。このおろし餅は。いただきます。自殺考えたことある？はあります。ある程度あります。ああ。いやけどだいぶ前ですけどね。どうぞ。会社にいた時で。会社にいた時。ああ、自殺まで考えた。そうですね。異様にこう5階に仕事場があったんですけど、うん、異様にそこから飛び降りたくなったことはありますね。あ、それは何で。なんか女子から叱られたとか、なんかそんな関係でか。もありますし、まあ、自分がその時やっぱり失敗が重なってたとありますし、自分に不甲斐なさを感じてか。そうですね。人のせいでなしに自分自身ないなってきた。そうですね。その時は、まあ、自分でしょうもないミスやって、もう先輩から、まあ、結構怒られて、その時は自分の後輩にもちょっと迷惑かけてしまったんで、で怒られて、でそのタイミングで、その時
冬のボーナスがあって、その時にそれぞれの人に上司からなんか一言査定みたいな形で話するんですけど、まあ、その時もまあ結構きっついこと言われて、もうダブルで来ちゃってもうどうしようもなくなった時だったんですね。うん、やらぬはこう重なったものになってくるかもしれない、一時的な救済の一つか二つで三つも四つも重なってくるとそういう気持ちになったんだな。その時は自分が高所恐怖症のはずなのに全然高いとこ怖くなくなってて、逆になんか下覗いたらなんかすごくそこになんかそこに飛び込んでいったらなんか無性に飛び込みたくなったんですね。やっぱ高所恐怖症さっき方を怖がは今こうやって見てたでさ、あ、これだいぶ怖がってる、そうやって見てたやん、そうあ、そうなんですか。今までこうやって四つ間なってこうやって見てたが、そうだから見てるのにやな、これそうなんじゃこれと思ってた。だから怖がってるから自分もまだ大丈夫だなと思ったんです。ちょっと確かめたかったんです。あ、確かめたかったんですか。怖いが大丈夫やと思った。怖がっててまだ、うん、自分の命守れるっていう気持ちが心の中にあるからまだ頑張れる、ね、今日来てに なんかガッと前向いていけるといいな。あ、ね、いろんな苦しみあるんやってな。もう本当にこそ踏ん張らな。本当にこそみんなが失敗して失敗があってで大きくなっていくんやでさ。次ですが、今の海鮮屋の前のところに、あの若い20代の男性が一人、変な様子でいるもんで、しばらく見てますで、ちょっと時間かかると思うわ。はい。もうあのうち撤収してください。まあ、俺ちょっとその様子だけ見てから荷物もなんねえし、顔をマフラーで隠してるんやっての。あの茶色いマフラーをして顔をこっちが行ったらほんでいいんやけど、ほんでいいんや、声かけですよね。うん、違う、中見せ。はい。ちょっと、これなんだか、泡なんだか。こっちがこれなんだか。こっち来らんだかって。こっち来らんだかって通らないんです。マスクしてるやつやだ。取った時は私はあのタワーの下にいたんですけど、タクシーバス乗り場かな。死にたい人は死なしておけばいいなんてね、皆さん言われたんですよ、私に活動開始した時に。そんなんじゃない、その人たちの生の声を聞いたらもう動きたくなるはずなんです。私だけでねえと思います。こういうことがたまたまね
私が遭遇してしまった。あの人たちの叫び声、願い、私たちの期待、自分自身の正義感というかね、責任感というかね、この世の中に生まれてきてあなたは何をすべきか、そんでいいの、これ知らんふりしていいの、ちょっとも気にかかんやってな。発見できませんでしたか、うん、いやいや、これどうさが何もさずに、あの岩をガガー駆け登るんやでさ、うん、なんかあの上半の動きは薬物中毒みたいな感じで、で、あの柵の上で座ってないで、先にダーン座って、でそれがさ、こっちで双眼鏡顔をザーッと見たんやって、顔を見たら泣いちんやって、眼鏡をかけちんやけど、だから目をこうやって拭いてるで、泣いてるで、おいでわし気にかかってね、まあまあ、まあ自分の足での自立できて帰ったら一番はねえことねえな、わしらが、どう思うんやけど。